ことはこのサイドワインダートラックをつければもっといいんではないかと。これ楽しいわ。今回のテーマは安いデッキに高いトラックです。はい、カービング大好きエビドーです。難しいことは分かりません。はい、こんにちは。はい、今日からご挨拶の言葉変わりましたね。いつもおはようって言ってるんですけど、うん、大体アップスの夜だから、うん、おかしいかなと思って。そうだね、はい、今日は何ですか。今日はね、はい、確か2年前ぐらいに、うん、Amazon で買った激安の板の動画を上げたんですけど、うん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 、おー、あの一番再生回数が多い、そう、上がってるやつ、うん、で、それのね、板をね、今日星さんからお借りしてまいりまして、はい、おー、で、これね、うん、この前やったやり方でも全然いいんですけれども、はいはいはい、こういった安い板を買って、うん、なんかこう違うなって感じですよ、多いと思うのよ、うんうんうん、だから多分それにサイドワンぶち込めば、うん、より良くなるんではないかと思う検証動画でございます。なるほど、はい、はい、いや、それではね、まずね、このままの状態で乗ってみたいと思いますね。はい、で、今のところのトラックの可動域、うんうん、このぐらい動きます。これも結構動かない？これも結構動くのよ、うん、2年前に直してね、そのままだけど、うん、全然これもいけるから、じゃあ行くよ。はい、まずはそのまま滑って特性を見てみます。うん、どう？これもいいよ。いい、これもいい、うん、悪くはないんだけど、やっぱね、なんていうかな、可動のなんていうか、角付け量っていうかな、うん、それがね、少しね、ちょっと足んない気がするのよ。ということで、うん、サイドワインダーをつけてみたいと思います。はい、はい、はい、それでは、はい、こちらね、サイドワインダートラックに交換したいと思いますね。なんかいっぱい持ってるね。なんかね、いっぱい買っちゃったんだよ。で、こちらね、あるように、ね、用意するもの、交換するトラック、はい、とスケボー専用のレンチ、はい、と部品を置くトレ、うん、と電取り、おお、これは絶対必要だから、スノーボードでもスケートボードでも必要です。そうだね、はい、で、あとね、こういうね、台があると便利なので、はい、うん、こういったものをね、ぜひご用意してください、ね、はい、これ100円ショップでも売ってるでしょ。売ってます ね、はい、はい、で、どうするかというと、まずこのトラックを外します。簡単ですからね、ナットがこうついてるでしょ、はいはい、1、2、3、4、はい、で、この後ろ側がネジになってるんだよ、はい、1、2、3、4、うん、これを回せば外れますから、うん、はい、間に入れて専用の、はい、押さえて、で、反対側のネジを緩める、はい、ね、この工具もショップとか通販でも売ってますね。売ってますね。緩める、はい、で、ネジを4つ緩めると取れますから、はい、このように。簡単だね、はい、もっとバラバラになるからね。そう、こういう風に取れますんで、うん、さあ、これをじゃあサイドワインダートラックに交換します、うん、はいはい、で、このね、向きとかあるんだけど、はい、これはリバースピントラックって言って、ゴムが外側向いてるじゃない、はい、で、こっちは普通のやつなので、うん、こういう風に、はい、こうじゃなくてね、うん、こっちね、はい、こっち向きでつけてください。で、そのままネジを入れて、それだけでいいんですね。そう、あとまたネジ締めるだけ、はい、入れて、うん、これハンドドライバーでやるの大変だね。大変、電動、これね、電動があると、うん、めちゃくちゃ便利、うん、ほら、あっという間でしょ。こんな感じ、はい、トラックの交換ができました。はい、これを後ろにやっていきます、はい、今度は後ろ、まあ、後ろも同じです。このね、ネジを4つ外して付け替えればいいだけです、はい、簡単ですね、はい、スケボーのさ、はい、このボルトナットってインチ実験でしたっけ。そう、ミリじゃなくてインチなんで、専用の工具が必要になっちゃうのね。まあ、これ逆にするとどうなるかって、やったことない人のために言うと、普通ね、ターンする方向に体を曲げるなり、足首を曲げるなり、まあ、なんかすると、そっちの方曲がってくるじゃない、うん、ね、その動作をすると逆に曲がってくから。怖い怖い、一発で分かる。怖い怖い。やったのね。やりました、前。逆につけてどうなんかなと思ったら、右に曲がるときにクッて右やると、左にギュインって曲がってくる。おっかないよ。くれぐれも間違わないようにしましょうね。ね、でもこれでどんな風に変わるんだろうね。楽しみだよね。うん、できる間にできます。できました。お、こんな感じね。つくんだね。つくんです。うん、大体つきますから、うん。大丈夫です。で、逆さに向けといて、次はこのウィールね。はい、このウィールを外します。はい、でも同じように専用のよいしょレンチでぐるぐるぐるっと回して。で、こういうね、ワッシャーが入ってるタイプもあるから、うん、こういうやつね、うん、こういうの、なくさないように気をつけてください、はい、こっちはワッシャーつかなくていいタイプなんだけど。あ、そうなんですね。そう、ちょっと
こうなんかそう出っ張ってる、ね、出っ張ってるね。そう、それがあるやつは使わなくても大丈夫、ないやつはわしは入れてください。はい、こういうのね、こっちにつけとくとなくさないから。結構なくなるんだよスケボーの部品って。こうバラバラにしてやるじゃない、うん、帰る頃になってあれがねこれがねって騒ぐからこうやってやっておきましょう。はい、こうね、あとワッシャー入れといてね。はい、もういいですね。はい、でこうね、ベアリングくっついてる場合もあるから、うん、もうね、あの忘れずにちゃんと取って、はい、つけておきましょう。はい、ワッシャーがなくならないようにアクセルシャフトにつけておきましょう。でよいしょ、ナットを外して締めて締めて、うん、こんなもんかな。結構きつく締めるとダメだ。ちょこっとね、まあ、前にもねベアリングのね動画でね出してるんだけど、うん、そのベアリングの、ね、動画で締め方も出てますんで、はい、ぜひそちらも参考にしてみてください。はい、はい、でこのねホイールを締めるナットもね、うん、ミリじゃなくてインチなのよ、うん、だからこのレンチが必要。よし、できました。よし、こんな感じになりました。はい、じゃあこれでちょっとテストしてもらいましょうか。はい、それでは交換が終わりました。はい、こんな感じで、はい、どのぐらい傾くかというとやってみますね。はい、これがこんな辺。おお、もっと立つ。えぐ、なんかすごいなこれ。すごいでしょ。うん、これを可動域が好きなんだよ自分サイドワインダーで、これでより、うん、もっとね、うん、スノーボー感が出るんではないかと、うん、思いまして、はい、変えてみました。行ってみましょうか。じゃあ、はい、行ってみましょう。撮りながらインプレ難しいなあ、すげえ曲がる。おお、なんかおおおおおお、なんかくねくね、くねくねしてる。おお、ほら超曲がる。すごいすごい、なんか全然違うものになってるぞ。うん、うん、あのね、やっぱりねこのトラック楽しいすげえ楽しい。動画では伝わりにくいですが、加重するとギュンギュン曲がっていきますよ。スノーボードのカービングそのものでターンがもっと楽しくなりますよ。おー、めっちゃ小回り効く。すごいすごいそんなに曲がるの。えらい曲がる。すごいね、これ楽しいわやっぱり。そのでもノンスケって5000円ぐらいだったっけ。そう、これね一番しないようなやつで、ね、で先ほども言ったんだけど、うん、プッシュとかトラック周りがガタガタで直したのよ、うんうんうん、でそれすげえ良くなったのね、うん、ってことはこのサイドワインダートラックをつければ、うん、もっといいんではないかと思いまして、うんうんうん、はい、そしたらめちゃくちゃ良くなったのよ。よかった。次はねもっとスピードを出していきたいと思いますね。はい、はいはいはい、おー、早い早い早い。いいんじゃない。結構スピード出しても大丈夫だよね。安定性があるね。全然ある、うん、これねもう一本もう一回思いっきりやってみるから。はい、で本当になんかね多分デッキとの相性がいいのかもしれないし、うん、この幸いのトラックのねやっぱ持ってるポテンシャルもね、うん、すごくいいかもしれない。うん、じゃあもしかしたら相性が合わないデッキもあるかもしれない。あるかもしれないけど大体のやつは大丈夫だね。はい、調子に乗ってスピードを出してきてしまいました。おお、滑った、滑った、滑った、気持ちよさそう。滑ったよ、ね、滑った、うん、でも大丈夫ね。楽しい、いいね。ちゃんと回避できる乗り方してるからな、うん、そう、大丈夫、うん、肩下がるともうそうなんてすっ転ぶしかないから肩の水平は重要ですね。はい、はい、まあ、スピードはね結構出しても大丈夫分かったので、はい、ショート気味にコン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 なるべくやってみたいと思うね、うん、そういうの見たいでしょ。はい、行きます。どうぞ。はい、ゴー。ちょっと乗り方変えるよ。いいよ。おお、危なかった。今あれはねダメ言ったから、やっぱ硬くてたまらないから、うん、あれは危ないあんなにスピード出してやるもんじゃないまあ限界はあるってことだ、市販のやつは。えらい曲がるけどね、まあ、よくねああやって乗る方もいると思うんですけど、うん、自分はスノーボードと同じフォームで乗りたいので、うん、お一人ですから、はいはい、じゃあ今度はスノーボード風に滑ってもらいましょうか。はい、自分がいつもねスノーボードの時にね滑ってるイメージとしてね、はい、滑りますね。肩は水平でこう構えたらこう、はい、
こいきますよ。骨盤の向きと肩の水平を意識してターン内側に倒れないようにしっかり腕を上げましょう。このフォームでスノーボードも安定感がアップしますよ。はい、お疲れ様でした。はい、それではエビゾーのまとめです。はい、こちらのサイドワインダートラックをつければどんな板でもスノーボードっぽくなります。はいはい、なので皆さんとりあえずサイドワインダートラックを買ってつけて、はい、ね、はい、スノーボード感を出しましょう。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、あとねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。お待ちしております。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ。じゃあまた。